ねえ、みかん取って。わしもお茶のおかわりを頼むぞ。それぐらい自分でやってよ。こたつから出たくない。今立ち上がっておるのは貴様だけじゃ。これぐらいいいじゃろ。正月太りしても知らないよ。わしに限ってそれはないな。私だっていつもぶくんに見られてもいいようにしてるもの。じゃあ確かめよっか。な、何をするんじゃ。なるほど、もう動けないくらい太っちゃってたんだ。そんなわけが。まさかせいちゃんがこんなにお肉つけちゃうなんてね。少し筋肉を休めただけじゃ。君もさ、これも僕に見せてもいいの。嘘、おもちを食べて寝てただけじゃない。1週間だけよ。そりゃこうなるだろう。もうすぐお正月も終わり、緩んだ気持ちと体叩き直さなきゃ。はい、今回ばかりは貴様の言う通りか。というわけでじゃーん、餅つきセット。なんで？ただジョギングなんてつまんないよ。残り少ない正月を楽しみながら痩せちゃおう。このキネウス、何かおかしいぞ。なんじゃこれは。異様に重い。まるでバーベルじゃん。餅つきってめちゃくちゃ体力を使うのね。ダイエットを眺めながら食べるお餅おいしい。痩せたら覚えておるんじゃな。これもマブ君のため。さあ頑張って二人とも。努力未来ビューティフォースター。努力未来ビューティフォースター。うわー。一週間後。ってなると思ったのにな。なるわけないわよ。貴様が見ておらんところで腕以外もバランスよくトレーニングしておいたんじゃ。せっかく面白い絵が見れると思ったのに。皆さん何してるんですか。あ、しーちゃんだ。二人がプニッとしちゃったことをしーちゃんにも教えちゃおう。すげえ、ヘアイフラッグさん。あれだけ餅を食べておったらな。体に出ないわけないわよね。僕の見た目そんなに変わってないよね。そうですね、お肌もツヤツヤしてますし、すっごく可愛いと思います。ほら、その赤ちゃんみたいです。赤ちゃんってムチムチじゃなくて丸っこくて可愛いですし、その大好きな恋愛フラグさんの大好きが増えて嬉しいです。そっか、僕丸っこくてムチムチして体積が増えたのか。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。